こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はロシアワールドカップ3位決定戦、ベルギー VS イングランドについてです。以下引用。ワールドカップ W 杯ロシア大会、ベルギー2、0イングランド、3位決定戦、14日、サンクトペテルブルク。ベルギーが得意のカウンターから2点を奪い、イングランドを2、0で下して3位となり、86年大会の4位を上回って王国最高位を更新した。前半4分、PK クルトワ、ケルヒー、もロングキックを MF シャドリ、ウェストブロミッジが頭で落とし、拾った FW ルカク、マンチェスターユナイテッドがそのまま左サイドを駆け上がったシャドリに繋いだ。この DF 裏へ出されたボールをシャドリが左足ダイレクトのクロス。これに右サイドから中央へ走り込んで、相手 DF の前に出た DF ウニエ、パリサンゲルマンが右膝で押し込んで先制に成功。後半のイングランドの攻めをしのいだ後のロー37分には MF デブルイネ、マンチェスターシティのスルーパスを受けた FWP アザール、ケルヒーがドリブルから右足シュートを決めてダメ押しした。マルティネス監督は、その成果が全てであり、ベルギー史上最高の3位は、選手たちの努力にふさわしい結果でもある。球団として成し遂げた成果だ。タレント個人の力でもある程度のところまでは行くことができるだろうが、今大会では、もはや選手たちが個人の力だけを当てしてはいないことが確認できた。球団としての力を信じて戦う意志を持っていた。力を合わせて、チームの勝利のためにはどんな努力も惜しまない姿勢を見せてくれた。パフォーマンスの質も素晴らしかった。スタッフを含む誰もが全てのベルギー人が誇りに思える戦いをと願っていたが、実際にそれを成し遂げたチームの全員を称えたい。無失点勝利は、チームの集中力、勝利への意欲、そして能力の賜物、大会で奪った得点の数を見てもらえばわかるだろう。合計10名は、かつてのフランスとイタリアと並ぶ W 杯での得点者通記録だと思う。しかも、正攻法で記録を打ち立てた。選手たちは語り継がれるべき、レガシーを残したのだ、と称えた。ご視聴ありがとうございます。毎日、最新ニュースをお届けしますので、チャンネル登録お願いします。